はい、どうもマグニーです。お疲れ様でした。皆さん今日も一日お疲れ様でした。どういかがお過ごしでしたでしょうか。今日もね、べしゃりラジオやってきて、これべしゃりラジオのタイトルも変えようかなとか思ってるんですけどね。まあそう俺がね、そんな違うことばっかりやってね、全然定まらないからですね、皆さん怒ってたのかどうか知んないですけどね、昨日のこのべしゃりラジオの、低評価の数がすごかったですよ。私が確認した時はですね、もうすでに低評価と、高評価の数がね同等だったっていうところで、初めての経験だったのでちょっとドキッとしましたけども、やっぱり皆さん分かってらっしゃるんですよ。よく見てらっしゃるってことですよね。ありがとうございます。はい、これタイトルどうしようかな、変えようかな。一応ね、コメント、皆さんのね、コメントを、なんかラジオネーム、メール紹介みたいな感じでやろうかと思って、まあいいか。うん、まあべしゃりラジオでやっていきましょうか。もうね、だから、まあいろいろちょっとこうタイトルとか工夫して、ちょっと今いろいろやろうかなって感じですね。あ、そうそう。なんかね、よく YouTube 見てるんですけど、皆さんも多分見てらっしゃると思うんですけどね。なんか僕なんかでだと、まあ本業がね、マグロ屋さんだから配達とかで、まあ車で、まあいろんなとこ走ったりするんですよ。で、そんな中でね、待ち時間っていうのがあるんですね。まあお客さんのところに行って、まあちょっとだけこう、待つ時間とかがあるんですよ。納品の都合でね。まあそんな時間にこう YouTube とか見るんですけども、すんごいすっこぶる電波あるんですよ、この場所がね。で、僕今、まあ基本的には外ではね、この、ワイマックス使ってんすよ。ワイマックスのなんでしたっけ、Wi-Fi ウォーカーか。Wi-Fi ウォーカーってやつ使ってるんですけども、この、ノーリミットモードっていうのがあって、まあ、3ギガ以内なら、こう、ずっと毎日使い続けられるっていうやつなんですけどね。3ギガだったかな、もう忘れちゃいましたけど。まあ、それでやってるんですけど、すっかぶる電波が悪いんですけど、まあ、YouTube 見るときに、その YouTube の解像度を選択できますよね。で、その解像度を一番、144p にするんですよ。はい。144p でもギリギリ見れるか見れないかぐらいの電波の遅さなんですよ。ギリギリやばい感じなんですけど。で、気づいたことがあるんですよ。これ言っていいのかどうかわかんないんですけど、もう確実かどうかもすらもわかんないんですけども、まあ僕は見るのはいつもこう、カズクラであったりとか、エビチーさんのこう、マイクラの動画であったりとかなんですけど、広告がね、表示されないんですよ。見事にですよ。100% って言ってもいいぐらいに、広告が表示されない。まあ、読み込む仕草はするんですよ。広告の、なんかこう、ページ、要するに広告、例えばこう動画の途中とか、動画始まる前とかって読み込みあるじゃないですか。で、読み込みがずっとやってんだけど、途中で諦めちゃって本編始まっちゃうんですよ。これ、どうなんですか？それとですね、今日から、iPhone に、でね、コメントを見るアプリあるんですよ。クリエイターツール。YouTube クリエイターツールっていうのがあるんで、それでね、皆様のコメントをご紹介していこうかなというふうに思ってますね。まずこちら行きましょうかね。はい。ラジオネーム、救面 LI さん。初見です。ここのある登録者さんから、ぜひ登録をと強く勧められたので登録させてもらいました。聞いてた通り楽しそうです。頑張ってください。嬉しいじゃないですか。誰だこれ紹介してくれたのは。ぜひ名乗り出てください。もう本当にね。ラジオネーム、天海さん。こちらの方、本当世話になってる。ずっと昔から、見てくださってる方で。はい。いつもありがとうございます。明日、今日ね、12月25日は満月とクリスマスが同時に結構珍しい日だそうです。すごくどうでもいいけど。本当に満月なんだ。ちょっと見に行ってみましょうか。いや、本当に満月ですわ。まあ、このカメラじゃ映りきらないでしょうけどね。満月です。あ、綺麗。マジだった。ね、窓開けちゃうと、お隣さんに声がすっげえ飛ぶので。静かになりました。ラジオネームガマチャンゴさん。自分のスタイルを探しつつ視聴者へのを配りながら、配信の内容には日々苦悩しながらも向かい合うマグニ素材 100% の動画もいい感じです。嬉しい言葉ですね。まさに良くも悪くもラジオ的な、失敗もあるから面白いし共感できます。ありがとうございます。失敗しまくってますね。人生失敗だらけですよ、本当に。はい。もし自分が同じように不特定多数の人に向けて話すとなれば、何を喋ればいいのか、言葉が見つからないので、マグリンさんの喋りは一つの才能かと。見てもらう人に楽しんでもらいたいって、情熱もわかる人にはわかると思います。ありがとうございます。正解なんてないと思いますので、流されないように失敗も恐れず自分を信じて、進んで、これからの展開も楽しみにしてます。ありがとうございます、ガマちゃんこさん。本当に嬉しいお言葉をくださいます。
本当にね、こういったお言葉をですね、日々胸に刻みましてですね、私頑張っております。基本ね、こうアンチのコメントとかっていうのもあるんですよ、当然あるんですけど、気にしないようにしてるとかって、大口叩いてますけど、相当傷ついてますからね、相当傷ついているし、こういった、コメントで相当喜んでますからね、わかりやすいぐらいには私は一人で喜んでます。コメント見るときなんかでも、って言いながらやってますからね、毎日毎日ね。ちょっと大げさですけど、でも本当にそれぐらいの気持ちで、いつもやってますよ。はい、嬉しいです、ありがとうございます。ラジオネームエビチャンネルさん、お仕事も忙しいのに無理をなさらずに、ありがとうございます。マグロネームエビチャンネル、マグロネームにしますか、皆さんこれからね。はい、マグロネームラソハクス、ラソハクさん、ありがとうございます。コントローラーをつけてゲームするぐらいなら CS 機でゲームしたいなっていうことで、こちらね、ゲームコントローラー、iPhone がゲームコントローラーになるよっていう商品を紹介した1分ニュース動画なんですけども、そちらにいただいたコメントなんですけどね、コントローラー好きで、まあ、確かに、本当におっしゃる通りなんですけれども、iPhone でしかできないゲームっていうのも稀に存在するじゃないですか。まあだからね、そういった意味でね、メリットあるかなって感じですけどもね、まあそもそもこのゲームコントローラー自体が13,800いくらするんで、どうなのっていうところも確かにありますね。僕みたいにゲーム機持ってない人間からするとありがたいお話なんですけどね。ラジオネーム斉藤圭さん、リーグの動画消されてる、あ、マジっすか、消されてんだ、ちょっとまずいっすね、消されてたんだ、嘘くさいリーグ動画だから消されちゃった、消されたってことは逆にあれか、あれなのか、いや、もうだからそれはアップル側から消せって頼まれたんじゃなくて、こう、善良な市民の方々からがアホな動画あげんなって言って消されたのかっていう、まあ微妙なところですね。続報に期待って感じですよね。私のこの動画もちょっとじゃあまずい感じですかね。マグロネームエビチリさん、これやるだけで再生稼げますもんね。画質も荒いし、俺も iPhone6 に紙貼って動画出そうかな、かっこ冗談ってことなんですけども、そもそも iPhone6 に紙貼ってみました。紙貼って動画出すってどういうことですか。どうもマグニーです。なんか iPhone の録画切れちゃったんで、今日のコメント紹介はこの辺にしとこうかな。はい、ありがとうございます皆さん、本当に、ありがたく、存じております。はい、私がね、もうちょっと何の話し始めんねんって感じですけど、市場でね働いてるっていうことは皆さんご存知かと思いますけど、市場っていうのはですね、本当にこうなんていうんですか、バカばっかりでですね、バカばっかりですね、誰も見てないと思うよ、見てたら怒られるけど、俺がいいと思ったマグロはいいんだとか、俺が選別したマグロは絶対にいいんだとか、なんていうんですかね、そのエゴ中のエゴを平気で押し付けちゃう感じなんですね。まあだからこそ、こうお客さんはあいつの選んだマグロはいいんだなっていう、ある種こう信じきった上でこう、出すみたいなところがあったりとかね、まあするんですよ。で、おい、マグロ今日悪かったぞっていうお客さん来たら逆に逆切れするみたいなぐらいのね、まあそういった気概って言っちゃうとまたあれですけども、本当バカみたいな人がね、たくさんいて、まあでもね、そういうこうバカだからこそ成り立つみたいな業界でもあったりとか、まあとはいえね、物を売るね、商売をしている中でね、そんな強気なことをできる人っていうのが逆に今度減ってきてるね。まあバカばっかりな中にも本当のバカがどんどん増えちゃってるっていうね、悲しい、業界の、真実というかですね、うん、また何の話をし始めとんねんこれはね。まあとにかくですよ、何が言いたかったのか結論からお話ししましょうか。要するに万人に受ける商品、万人に受けるサービスっていうのは世の中に存在しないんですよ。なんでそれから一番話になったんやって話ですけどね。まあ、つながる予定だったんですけども、そこも省いて、結論ですよ。だから、いろんな人に受けるものっていうのはないよねっていうことですよね。まあ、だから、このネタはこの人に受けて、このネタはこの人に受けてっていうのはもう当然のことですね。まあ、でもこう、なんかみんなに受けるものが作りたいみたいなところっていうのは、どうせこう欲張った人間のね、こう、下水ところでもあり、みんなやっぱそういう意識ってどうしても出てくるんですよね。分かってる人は分かってるんですよ。分かってる人は分かってますよ。みんなに受けるものなんてないっていうことぐらい、分かってる人は分かってます。まあでもね、そういう人ばかりではないっていうのも確かでございますからね。この場を借りてですね、皆さんにお伝えしたいんですけども、やっぱり、そういった意味でこう、なんかあんまりこういう言葉好きじゃないですけど、ターゲットとかですね、ターゲティングっていうことがね、こう、ま、そういう業界ではね、言われてますよね。どういう人に対して
配信しているのですか、どういう人に対してその商品は作られているのですかっていうところですよね。まあそういうことをもう意識しながらやらないけど、もうめんどくさいわっていうことになってしまいますけどね。私も一番の人間なもんでね、バカはバカなりにですねいろいろ努力というか、まあ試行錯誤してやってるというお話ですね。何の話や、今日は取り留めのない話でもういいか。そろそろ業務時間も終了です。はい、皆さん電波の悪いところで YouTube を見ましょう。じゃあね。